full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight.皆さんこんにちは。ハワイ島観光5日目の始まりです。今日は午後からマウナケアに行きたいので、午前中はゆっくりしたいと思います。ということで、朝食の前にウォーキングです。朝焼けが美しいですね。ワイコロアはペトログリフ自然保護地域となっていて、それを見るためのトレッキングルートがあります。このキングストレイルは結構しっかりしたトレイルなので、本気で歩こうと思ったらしっかりした準備が必要です。ということで、私たちはちょっとだけサワリを歩いてみました。足元は溶岩でゴロゴロしているので、短距離でも足元に気をつけながら歩く。結構疲れます。延々と続いています。次に向かったのはゴルフハウスです。やや雲が多めですが、素敵な景色ですね。今回はゴルフクラブを持ってきていないので、プレイはお預けです。キングスランドに滞在していると比較的安くプレイできるので、次回はぜひプレイしたいです。こちらはショップ、ワイコロアのオリジナルグッズなども揃っています。こちらのゴルフコースですが、以前はキングコース18ホール、ビーチコース18ホールの36ホールあったのですが、現在は9ホールが閉鎖され、キング9ホール、ビーチ9ホール、レイク9ホールから組み合わせる形となっています。さて、部屋に戻って朝食です。アメリカンなドーナツをいただきました。カロリーがやばそうです。午前中はプールでのんびりしようということで、クラブハウスにやってきました。タオルなどを借りてプールに向かいます。
それにしても恐ろしいぐらいのどんぐもりです。ゲストの姿もほとんど見られません。寒く風も強くなってきました。ビーチチェアに陣取ったのですが、なんと雨が降ってきてしまいました。こんな感じだと青森県の天気って心配だよね、ということでホームページを見てみます。すると何ということでしょう。アクセスする道路が閉鎖されているという表示。今夜の日没までには道路の開通は間に合いそうにないとありました。かなりの絶望の中ランチをいただきました。しょんぼりしていても仕方がないので午後のプランを変更します。向かっているのは南方面です。19号を走っているとここにもノスタルジックな街並みが連なっていました。これから向かうのはコナよりもさらに南のケアラケクア方面です。そして到着したのはこちら、セント・ベネディクト・メインテッド・チャーチです。オープン時間はご覧の通り、早めに閉まるので訪問の際はご注意ください。それでは参りましょう。入るのに入場料は特に必要ありませんが、こちらで寄付をすることができます。可愛らしい教会が見えてきました。一見白い普通の教会、この教会がなぜ観光客に人気なのかは入ってみるとわかります。それでは行ってみましょう。そう、こちらは壁や天井など聖堂内全体に絵画が色鮮やかに描かれているのです。これらは1899年から1904年にかけて
ジョン・メルチマン・メルチ司祭が自ら描いた絵です。画家ではなく司祭自らが手掛けたというから驚きです。当時のハワイの人たちにキリスト教を理解してもらうため、聖書のワンシーンを描き、絵を使ってメッセージを伝えるために描かれたのだそうです。ハワイらしいヤシの木や海、空などの風景が聖書のワンシーンと一緒の空間にあるのが何とも不思議です。それにしても色使いが鮮やかで、ペインテッドチャージとして有名になるのがよくわかります。こちらはお庭も素敵です。教会の庭には司祭の記念碑が建てられています。ケアラケクアからさらに南下します。ハワイ島にはアメリカの最南端があるので、そちらに向かいます。このハワイ島の南回りのルートは景色があまり変わらず、街などもあまりなく、ひたすら長いので、私はちょっと苦手なコースです。まず向かうのは最南端をちょっと過ぎたところのナーレフです。コナからは1時間半、やっと街並みが見えてきました。目的地はアメリカ最南端のベーカリーです。それがこちら、プナルーベーカリーショップ。工場も併設されたこちらのショップにはカフェもあります。それでは行ってみましょう。このロゴが印象的ですよね。 The Southernmost Bakery in the USA って書いてありますね。さて店内に入ると、ハワイ島各所のスーパーやコンビニでも売っているカラフルなブレッドが棚にぎっしり並んでいます。これは生地に色とフレーバーが練り込まれていて、食パンというより菓子パンに近い甘さ。焼かなくてもバターやジャムをつけずにそのまま美味しくいただけます。その他にもクッキーなどのお菓子、アンパン、そしてバラ巻き土産に最適なショートブレッドも売っていました。カフェエリアではコーヒーの他にサンドイッチなどの軽食、そしてマラサダやペストリーが売っています。アイスクリームも売っていたので購入することにしました。無事に購入完了です。こちらはシングルスクープアイスクリーム4ドル89、
シングル？と疑いたくなる量です。アイスクリームはココナッツ味にしました。そしてタロのマラサダ、ここでもフィリングなしのプレーンにしました。ショップにはこんなお土産コーナーもあります。南回りの休憩スポットにもなっているので、いつもたくさんのお客さんで大にぎわいです。外に出るとこんな青空、めっちゃ晴れてます。少しだけ足を伸ばします。見えているのはもうハワイ島の東側の海、ぐるっと回ってきました。向かうのはこちらのプナルーです。それにしてもよく晴れていて絶景です。でやってきたのはこちら、プナルーブラックサンドビーチパークです。名前の通り黒い砂浜で有名。この黒い砂は溶岩が砕けてできたもの、キラウエア火山から流れた溶岩です。それにしても見事に真っ黒、白い砂浜だと、わあ綺麗と気持ちが高ぶりますが、黒い砂はなかなか心が躍らないのはなぜでしょうか。さてこちらではウミガメの甲羅干しポイントで有名、ウミガメの生息地、産卵地となっているのだそうです。こんな注意書きもあります。触ったら罰金なので注意なのですが、このように厳重にキープアウトとなっていて近づけないようになっています。さてカメさんいるかしらと探すといました。映像だとちょっと分かりづらいですね。この日は3匹ぐらい見ることができました。このビーチでのウミガメ遭遇率はかなり高いようです。それでは今日のメインイベント、アメリカ最南端に向かいましょう。場所はイワーツモーガナ、ここです。11号からサウスポイントロードに入って30分ほどの道を南下します。
さて、サウスポイントに到着しました。サウスポイントといえばこれ、ボートホイスト。以前はここからクリフジャンプをしている地元の方を多く見かけたのですが、現在は飛び込みは禁止されているようです。崖っぷちの高さは約15メートル。しかもこの荒網、もうとても考えるだけで無理です。覗くのも足がすくみます。この辺りはハワイ島でも人気の釣りスポットで、この日も多くの釣り人がいました。さてさて、このまっすぐな道、どこまで行けるか肝試し。しかし私はとっても怖くて、もうほとんど進めませんでした。もうちょっと行けるかな。でも水しぶきがすごい。結構すごくないですか。この荒波、陸にいるのに船酔いしそうです。こちらのカライ岬はポリネシア人が最初に上陸した場所と言われていて、このように平野の遺跡があります。大自然いっぱいのハワイ島の中でも最も野生的なサウスポイントの海、ぜひ一度体感してみてくださいね。それではコナの町に戻ります。また2時間近くかけて戻ると思うとちょっとうんざりです。でもでもいい感じに日が暮れて、前方の沈みかけた太陽がとっても美しいです。運よくビュースポットがあったので、サンセットを眺めることにしました。
かり遅くなってしまいました。スーパーに夕飯を調達しに行きます。やってきたのはカイルアコナのセーフウェイ。時刻は19時半を回ったところ。店内は結構商品が値引きされていて、いい感じの戦利品をゲットしました。まずはこちらのスパイシーアヒポケ、4ドル23。そしてデザートのチーズケーキ4ドル99。もう一種類ポケ、これはもうなんと2ドル71です。そして下にあるのは明日のステーキ、これを夕食に食べます。ポキ丼です。もうめっちゃ美味しかったです。値段も安いし大満足です。そして食後にしっかりとチーズケーキをいただいて、この日は終了です。